年間できないことがあってステージが落ちちゃった。医者にも止められてる。首から下が動かなくなっちゃった。衝撃の事実。人生をもうかけるに復活して、初めてのダンスバトル、やりたいことを目指していく。ウィス、ゆうやチャンネルです。で、今日の動画ってどんな内容なんですか？今日の動画は、1年間ダンスできない時期があって、復活して初めてのダンスバトル。はい、ゆうやさん、質問。1年間やられたのですか？そう、1年間できない時期があって、怪我して、高校生の時に、ダンスのショーケースで踊ってる時に、ステージから落ちちゃって、頭から。高さ、高さ結構ステージだから、1メートル以上。まあ、そこから救急運ばれて、ヘルニアが発覚して、今でもお医者さんに走るのも止められてるし。そうだから復活のダンスバトル。本当に医者にも止められてるから、ダンスやらずに人生を送るのか、ダンスを続けて、首のヘルニアだから首から下が動かなくなっちゃうから、なんか後悔のない人生を歩みたいな、挑戦していきたいなってずっと思ってはいたけど、どうしようかなって迷ってて、自分の人生を決めたダンスバトル。その男本物ですよ。狂ってるだけでしょ。そう、それのダンスバトルの映像を紹介したいなと思っていて、その時活動してたチームがあって、リアルクライマーってチームがあって、俺だったりとか、ミナミだったりとか、マッキーだったりとか、まあいろいろいるんだけど、リアルクライマー VS ボディーカーニバルっていうチームがあって、ダンスバトルの対決、ちょっとそれを実況したいなと思ってます。じゃあめちゃめちゃ思い入れのある。いや、めっちゃ思い入れある、ね、もう本当に人生をもうかけるみたいな、ダンスに注ぐみたいな、自分の体どうなってもいいからこそ、自分のやりたいこと、自分の目指すものを目指していくっていうきっかけになるダンスバトルだからこそ、しかもそれが浜松であって、俺はダンスでこうやるんだっていうものを浜松の人たちに見せれるような環境でもあったから、気合が入ったダンスバトルになります。記念すべきダンスバトルの映像を実況したいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは早速実況していきたいと思います。リアルクライム VS ボディカーニバル、どっちが勝つんでしょうね。楽しみですね。それでは実況していきたいと思います。これはやばい、めちゃくちゃ服装ダサい。B by みなみですね。もう本当に昔からの相方で、めちゃくちゃね、本当に頼れる存在なんですけど、とりあえず服装ダセえな。おー、ナイス、エアトラックス。めっちゃうまい、スロー。マジですごいね、トーマスがマジでうまいんだよな。このスローのトーマス、マジですごい。お客さんからもすごいな、出ました。今エアチェアちょっと失敗しましたけどね。でトーマスして、ちょっと顔やばい、ちょっと顔やばい。来ました。相手はボディカーニバルの B ガール、アーちゃんですね。今でも現役でね、バリバリやってる B ガールになるんですけど、いや、この時から本当にやばかったからな。トップロックでね、まずね、音をしっかり取って、いいですね。俺の服装ダサいな。何だあの赤いの、何つけてんのあれ。おー、ナイス。あーちゃんは本当にフットワークを中心としたね、B ガールで、もう本当にいろんなオリジナルの技で、おお、すごい、こうやってパワームーブも入れてね、マジですごいんですよね。おお、DJ のスクラッチも入ってるし、しっかりそれにも合わせますからね。おー、すごい。おー、ナイス。ブリッジからの、あ、またブリッジ。おなんか音待ってる感じですね。おナイス。イエスイエス。すごい体力あるな。おー、ナイスフリーズ。出たい。おー、B-Boy ユーヤー、来たー。復活のバトルです。ダサいです。すごい、あのニット帽やばいよな。まあ、滑るかもしれないけど、やばいよな。おー、トーマス高い。トーマスがめっちゃ得意で。おっ、これがオリジナルのあの、ソルマックっていうね、技で。そうなんだ、オリジナルの技で。で、これ足持ってソルマック EX っていう技なんですけどね、めちゃくちゃはみ出てます。おお、今のも最後あのオリジナルの技で、名前がねド M フリーズっていう技なんですけど、めちゃくちゃダサいっていうね。お、来た B-Boy カトゥー。おお、ちょっとフリーザー前かって言ってね。おお、すごいすごいすごい。おお、すごい。おー、ナイス。フットワーク早いんだよな。すげえすげえ。うおー、最後音はめして決めました。はい、というわけで実況終わりました。ザ・ダマイ・ブレイキンという大会だったんですけど、リアルクライム VS ボディカーニバルの戦いで勝ったのは
ボディカーニバルでした。負けましたね。いや悔しいな。B ボーイの格好がダサすぎる。うるせえわ。確かに死ぬほどダセえけど。何やの T シャツのあのサイズ感。なんか短パンと。あー、虫食少年みたいな。これ負けるわ。そう、それ負けちゃったんですよね。俺からしたらすごく思い出深くて、あの大会があったからこそ今がある。思ってるし、あの大会でかませたからこそ、あ、俺はまだまだいけるんだと思った大会にもなったし、でも映像見てもらうと分かると思うんですけど、めちゃくちゃ首気にしてるんですよ。おかしいなとか、結構痛くて1年間ぐらいやってなかったから、やっぱり体の衰えもあったりして、まあ、その前も練習はしたけど、思うように体が動かないっていう大会でもあったから、歯がゆい気持ちはあるけど、それ以上になんか清々しい気持ちの方がすごく強くて、うん、なんか楽しかったな、とりあえずあの大会は。浜松っていうのもあったし、こっからじゃあ世界に、うん、もちろん世界を狙ってたけど、その時は日本チャンピオンにもなってない。まずは自分の実力でどこまでいけるかっていうものを試していきたいなと思う時期かな。世界に行くきっかけになった動画っても絶対面白いよね。あ、それが始まるきっかけでしょ。ここから本当に自分のダンス人生が始まったって言っても過言ではないぐらいの大会にもなってくるし、いい意味で怪我があったからこそ人生をしっかり考えるきっかけにもなったし、これからのダンス人生っていうものをもっと本気でやっていこうっていうきっかけにもなった大会だし、新しい出発みたいな感じにもなれたから、ここから B-Boy ゆうやっていうブレイクダンス人生がスタートしたって言っても過言ではないかな。ということで、本日はダンス人生の挫折からの復活のきっかけになるダンスの大会実況でした。ぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。じゃあねー。 Hey, no, 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 no.